ナンバーアンダーラインアイウィズエム・ユー・ c イ・シー出演ファン熱狂のパフォーマンスから最新情報まで徹底解説圧巻パフォーマンスにファン熱狂稲妻ズマ3本の稲妻に打たれたナンバーアンダーラインアイウィズエム・ユー・ c イ・シーでファンと涙の交流泣きっつらナンバーアンダーラインアイがウィズエム・ユー・ c イ・シーに出演するたびファンの期待と興奮は最高潮に達するその瞬間 彼らの存在感はステージを超えて観客の心に直接響き渡る。特に最近の出演では、平野翔、岩優太、神宮寺優太という3人のメンバーが揃ったパフォーマンスに、多くのファンが深い感動を覚えた。彼らの登場は、まるで雷のようなエネルギーを持ち、ステージに立つ瞬間、観客の拍手と歓声が一斉に響き渡った。それはただの音楽イベントではなく、感動的な再会の場でもあった。 多くのファンにとって、この瞬間を迎えるまでの期待感は特別なものだった。彼らが何度も画面越しに見た姿を、ついに直接目の前で見ることができるというその高揚感は、言葉では表現しきれないほどのものがあった。数えきれないほどの時間を彼らの音楽と共に過ごし、画面の向こうで応援し続けてきたファンたちにとって、ナンバーアンダーライン愛がせいでパフォーマンスを行う姿は、夢のような体験だった。 彼らの動き一つ一つが観客の心を揺さぶり、歓声はやむことがなかった。ファンの中には、その感動の瞬間を共有できたことが、この夏の最高の思い出だと語る人も多い。このように、ファンとの深い絆がナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスをより特別なものにしている。彼らがウィズ m u s i c のステージに立つたび、そのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超えて、 感情を共有すするる瞬間へと消化するステージ上で彼らが見せるエネルギー、そしてファンの声援は、お互いが支え合っている証拠でもある。実際、彼らが一度ステージに上がると、観客の目が一瞬たりとも彼らを離さない。ファンの瞳には、彼らへの深い愛情と尊敬が映し出され、ナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人に対して名前を叫び続ける光景がそこに広がっていた。彼らのパフォーマンスには、 音楽だけでなく、その背後にあるストーリーがある。ナンバーアンダーラインイが何度も挑戦し、進化してきた姿を見てきたファンは、その一瞬一瞬を特別なものとして感じている。音楽業界の競争が激しい中で、彼らがいかがにしてその存在感を保ち続け、成長し続けてきたかを目の当たりにしてきたファンにとって、彼らの成功は自分たちの成功のようなものだ。彼らがステージに立つたびに、 その成長の証を目の当たりにすることができるからだ。その一方で、WISM-USIC での出演が回を重ねるにつれて、新たな期待と課題も生まれている。これからも彼らはファンをどのように魅了し続けるのか。次のステージでは、さらにどんな進化を見せてくれるのか。ファンは常に新しい驚きを求めているが、その期待に応えるのは簡単なことではない。特に音楽業界が急速に変化する中で、 常にトップを走り続けることは至難の技だとはいえ、ナンンバーーアダラン o 1はその挑戦を受け入れ、次々と新たなパフォーマンスや音楽を生み出し続けている。彼らの姿は、多くの若手アーティストにとっても希望の象徴となっている。ファンの中には、彼らの最新アルバムのリリースを待ち望む声も多い。アルバム「n イチは、 ナンバーアンダーライン愛が今後どのような方向に進むのかを示す重要な作品となるだろう。このアルバムは、ファンにとっての大きな期待とともに、彼ら自身にとっても重要な一歩である。音楽シーンが変わりゆく中で、彼らがどのような新しいサウンドを見せるのか、そしてそれがファンにどのように受け入れられるのかが注目されている。また、彼らのパフォーマンスだけでなく、トーク部分も多くのファンに愛されている。 ウドウさんや松下さんとのやり取りは、ファンにとって癒しの時間となっており、ステージでのエネルギッシュなパフォーマンスとはまた違った一面を見ることができる。特に、彼らの素直で飾らないトークは、ファンにとって非常に親近感が湧くものであり、彼らがどれだけ努力し、ファンとの絆を大切にしているかが伝わってくる瞬間でもある。WISMUSIC のステージは、ただの音楽イベントではなく、 ナンバーアンダーラインアイとファンとの感情の交流の場となっている。この特別な時間を共有できるファンは、その瞬間を心から楽しみ、感動し、彼らと共に成長しているのだ。ファンにとって、彼らのパフォーマンスを生で見ることができる機会は、まさに一生に一度のような体験であり、その思いでは一生の宝物となるだろう。これからも彼らは WISMUSIC に出演し、 ファンとの絆を深めていくことだろう。そして、その度に新しい挑戦とともに、さらに進化したパフォーマンスを見せてくれるに違いない。ファンは常にその進化を見守り、応援し続けることで、ナンバーアンダーライン愛との絆をより一層強くしていくのである。ファンとアーティストが共に作り上げるその瞬間は、これからも音楽シーンにおいて特別な存在であり続けるだろう。 ナンバーアンダーラインアイのウィズエム u s i c でのパフォーマンスが終わると、観客の間には一種の静寂が広がる。これは単なる終わったという感覚ではなく、彼らが生み出した瞬間の余韻に浸り、その感動を整理するための静けさである。ファンたちは、全身で感じた感情とエネルギーを再確認し、その思いを深く心に刻む時間を必要としているのだ。観客が彼らの名を叫び、拍手が響き渡るのは、 ただ単に彼らを称賛するだけでなく、自分たちがそのパフォーマンスの一部であったことを確認する行為でもある。しかし、ここで一つの疑問が生まれる。ナンバーアンダーライン愛はこの先、どのようにしてファンの期待に依頼続けるのだろうか。ファンは常に新しい感動や驚きを求めているが、それに応えるプレッシャーは計り知れない。音楽業界は急速に進化し、ファンの好みやトレンドも絶えず変わっていく。 その中で、ナンバーアンダーライン愛はどうやって自分たちの音楽スタイルを維持しながらも、新しい試みを取り入れていくのかが問われる時代に差し掛かっている。音楽業界におけるアーティストの成功は、ファンとの深い絆やコミュニケーションの質に大きく依存している。ソーシャルメディアやライブ配信が普及した現在、ファンとの距離はかつてないほど近くなっている。ナンバーアンダーライン愛も例外ではない。 彼らは常にファンとの交流を大切にしており、その姿勢がファンの支持を集め続ける理由の一つだ。しかし、その一方で、ファンの期待に応えるために新しいパフォーマンスを提供し続けることは、アーティストにとって大きな挑戦である。新しいサウンドやビジュアルのアイデアを生み出し、それをファンに受け入れられる形で表現するには、想像力と大胆さが求められる。例えば、 最近のズエム u s i c でのパフォーマンスでは、ファンからは、3本の稲妻に打たれた、と表現されるほど強烈なインパクトを残した。この、稲妻という表現は、彼らのエネルギッシュなパフォーマンスが観客に与える衝撃を的確に表している。だが、ファンの期待はそれだけで終わるわけではない。次にどのような、稲妻を放つのか、その瞬間が待ちきれないという声が多数寄せられている。これに対し、 ナンバーアンダーライン愛は次なるステージでどのような新たな驚きを見せるのかが今後の注目ポイントとなるだろう。さらに彼らのアルバム「ノーイチ」のリリースも待ち望まれている。ファンはこのアルバムが彼らの次のステップを示す重要な作品であり、これまでの集大成であると同時に新たなスタートを切る作品だと期待している。音楽の質やサウンドデザイン、歌詞の内容など、 全てがこれまでのナンバーアンダーライン愛とは一線を画すものになるのか、それともファンが愛する彼らのスタイルを維持した形で進化するのか。その方向性がどうなるのかは、アルバムを聴くまではわからないが、ファンの期待は膨らむ一方である。また、彼らのビジュアルやステージングにも注目が集まっている。最近のパフォーマンスでは、タトゥーシールが見え隠れするセクシーな一面も見せ、ファンを驚かせた。これもまた、 彼らが持つ多面的な魅力の一つだろう。普段のトークやバラエティー番組では、親しみやすい笑顔を見せる彼らが、ステージでは一変してクールでスタイリッシュな姿を見せる。このギャップこそが、多くのファンを引きつけ続けている理由の一つだ。特に、今回の WizMusic では、そのギャップが一層際立ち、観客にとって忘れられないパフォーマンスとなった。その一方で、観客が感じる感情には個人差があり、 それがステージの価値をさらに高めていると言えるとえあるファンにとっては彼らのダンスパフォーマンスが最高のハイライトであり別のファンにとってはトークの温かさや自然な振る舞いが心に残る部分かもしれないナンバーアンダーライン愛のステージはそうした多様な感情を呼び起こす力を持っている彼らのパフォーマンスを一度見た人は単に楽しかったというだけでなくその瞬間に自分自身がどれだけ感情を動かされたかを再認識する このように、ナンバー・アンダーライン・アイは音楽そのものだけでなく、彼らが提供するすべての体験がファンにとっての大切な宝物となっている。音楽業界では、アーティストがただ良い楽曲を作るだけでは成功できない時代が来ている。パフォーマンス、ビジュアル、ファンとのコミュニケーション、そして一貫したテーマ性やストーリーテリングが重要な要素となっている。ナンバー・アンダーライン・アイは、そのすべての要素を兼ね備えたグループであり、 だからこそ、これほど多くの人々に支持されているのだ。では、彼らが今後迎えるチャレンジは何だろうか。一つの大きな課題は、彼らが今後も変わりゆくトレンドやファンの期待にどう依頼続けるかだ。新しい音楽スタイルや技術が次々と登場する中で、彼らがその波に乗り遅れることなく、さらに進化していくには、どのような戦略が必要だろうか。また、ファンが求めるものは一貫しているが、 それに、依頼続けるためには、アーティスト自身も変化し続けなければならない。このバランスをどう保ち続けるのかが、今後のナンバーアンダーライン愛にとっての大きな課題となるだろう。しかし、彼らには、その挑戦を乗り越えるだけの力があることは、これまでの実績が証明している。ファンとの強固な絆、卓越したパフォーマンス、そして進化し続けるクリエイティブな精神が、彼らを常にトップに押し上げ続けているのだ。 彼らがこれからもファンを驚かせ、感動させ続けるためには、今まで以上に新しい試みや挑戦を行う必要があるだろう。そしてその挑戦は、彼らの音楽やパフォーマンスだけでなく、ファンとの絆やコミュニケーションの深さに反映されるはずだ。ファンにとって、ナンバーアンダーライン愛のステージはただのエンターテインメント以上のものだ。それは、彼らとの絆を再確認し、新たな感動を共有する場でもある。 彼らのパフォーマンスを見た後の静寂、感動、そして再び次のステージを待ち望むその瞬間は、まさに音楽を通じた一体感の象徴である。これからもナンバーアンダーライン愛は、ファンと共にその瞬間を作り上げ、音楽の世界に新しい風を吹き込み続けるだろう。